皆さんこんにちは、とこえこチャンネルです。今日はみんな大好き着物はずきさん訪問の巻です。ありがとうございます。店主はずきさんです。いつも突然お伺いしてすみません。今日はよろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。着物はずきさんの新しい店員さんです。のんちゃんとまことさんです。後ろにリカちゃん。ジュ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 。おー、こんにちは。素敵なスリーショットプラス葉月さん、お素敵です。今日はよろしくお願いします。これが紬たち。綺麗。色がうまく出ないです。そうそうそう。あ、これ素敵ですね。この人。あ、これ素敵じゃないですか。なんて素敵な。これも可愛い。これ何？猫？ネズミ？これはツボ？ツボに毛が生えてる。タヌキ？動物じゃないの？何ですかね。なんかネズミみたいにも見える。ネズミっぽくも見えますね。前方後円墳みたいな。あ、前方後円墳。いや、なんかこの辺綺麗。随分変わりましたね、ラインナップが。素敵です。ショールの季節ですよ。ショールでお出かけしませんかな。季節です。コートじゃなく、なんて素敵なレースなの。こういうレースのやつはいくらぐらいで売っているのかというと、あ、これ値段がすごい種類がいっぱいあるね。たくさんありますね。こんなのもあります。素敵です。なんか
オールはトルソさんにならないから、こんな感じで品揃えです。素敵です。これはねレインコートだよ。これ素敵ね、素敵です。長めのやつが一枚あると雨の日とかいいです。たたた、これ素敵、可愛いですね。可愛いバラだ。お腹お襟も麻の葉で膨れ織りなんですよ。超可愛い。本当だ、はい、おまけ付きです。おまけがついている。もうすでに縫わなくても良い、はい、結構綺麗な状態の範囲ですよね。いいですね。ですそういうのお得ですね。付け替えて他のやつにも付けたりとかして。そうですね。あとはこれからだと藤とかもあります。あ、藤の花ですね。はい、おシャンティーです。素敵です。あとはおすすめはどれですか？私のおすすめはやっぱりこのぐるぐる。こちらはコートです。道行きさんたちです。でもとても可愛いです。ルルルルン。でも私はこれがいい。道行きさんの絞りです。素敵ですよ、素敵ですよ。わ、なんと素敵なバラの柄。トゥ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 、素敵ですね。どうでしょう、色がとっても綺麗ですね。春らしいです。こういうのいくらぐらいかっていうと4000円の同じぐらいの値段なんですよね。来ましたよ、こんな感じ。裾についています、はい、裾と包丁1万8000円くらいかな。まさかの値段。ちょっとどうなの、とてもいいサイズですけど。あ、男の人のやつもあるんですよ。皆さん男性ものも揃っています。あ、この襦袢、今のやつ番だね。かわいい。
を見つけてしまいました。試着しましたよ。たたたん、でバラの柄、よしよしよ、はずきさんも写ってるダメじゃん撮るぞにも着せたのに、まだこの人はうちに来る？質問中問い合わせ中ですかわいい。ちょっと違うのかしら、私のイメージと。ここは作家さんたちの手作りのコーナーです。めちゃめちゃ可愛いです。可愛いです。どうしたらいいですか。可愛すぎます。何この可愛さ、ありえません。ふさふさがついています。ふさふさがついているとちょっと高いですね。3500円。でもパッチンです。大きさはどれくらいかというと、こんな感じです。わかりづらいですね。どうしよう。これくらい、髪の毛のアレンジに悩んでる方におすすめらしくて、まとめたところをちょっと隠せるような大きさみたいですよ。トルソーさんじゃなくて A ちゃんつけてるか。そしてこれは、あ、これこれこれ、皆さんこれご存知ですか。ベルトみたいにして、あの例えばおはしょり足りない時につけたりとかします。相変わらず可愛いです。そして前もありましたが、子供用の着物もありますよ。
し柄もありますね。こんなキラキラのもあるよ。さあちょっと失礼しますよ。前の動画では紹介しきれませんでしたけども、こちらはちょっと値段が高めですけれど、たくさん素敵なものがあります。ほらご覧、すごいよね。ここはお願いすると入れてもらえますよ。素敵です。そして帯もたくさんあります。畳のお部屋なのでここでゆっくり着付けをしたりもできます。こちらはお得な帯のアンティークの帯のコーナーです。ここも5500円です。ほら、素敵です。わー綺麗だね。着物もすごい素敵で、古いのでちょっと触るのがドキドキしちゃう感じ。あ、綺麗です。なんて素敵なの。ちょっと片手ではしまいません。小物かんざしとかありますね。あ、素敵ですね。これはいくらぐらいかな。みんなこれくらいの値段ですね。自由に見られるので声をかけてあげてください。揃っていますよ。可愛いです。お腹すいた。丸くげー渋い。よいしょよいしょ。いやこれが可愛い。これ青持ってるけど、ほら可愛い。可愛いです。じゃあ失礼いたします。とここで重大発表。着物葉月さんが大塚に新店舗をオープンするそうです。葉月さんとりえちゃんが切り盛りするお店になるみたいですよ。楽しみですね。オープンまでの準備の様子もレポートしたいと思っています。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。また楽しんでいただけるような動画をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録のボタンを押していただけると励みになります。よろしくお願いします。ではまた次の動画をお楽しみに。藤田智子でした。